子のハートソングス。こんばんは、前田敦子と柳井梨沙です。さあ今日はね、リスナーさんのメッセージを二人で答えましょう。うわー、ラジオっぽい。ラジオネームよしこさんから、中学生になって愛想笑いが激しくなりました。どうでもいいことも笑っていて最近疲れてきました。これは意識しない方がいいんですかね。ちょっと考えすぎじゃないこれ。無理して笑ってるの辛いよね。なんで愛想笑いしちゃうんだろうね。嫌われたくないのかな。なのかな。愛想笑いって私思ったことない、自分で。私もない。無理して笑ったりしないもんね。しない。結構、普段私真顔じゃん。真顔だって。もう前言ったかもしんないけど、無言なぐらいだもんね、一緒にいると。さっきも無言だったもんね、ずっと。この前にもちょっと一緒にお出かけしてたんですけど、移動中とかも喋んないとき仲悪そうに見えるよね、絶対。本当に喧嘩してんのかなって思われそう。でもそれぐらいでちょうどいいよね、やっぱね、人はね。ずっと笑ってるとね、そうね、あの頬の筋肉痛くなりそうだね。そうだね。でもなんか本当に無理な笑い方するとなんか変な筋肉ついちゃうっていうね。でもなんでそんななっちゃってんだろう。辛いね。どうしたらいいかね。いい子なんだね、よしこちゃんは。いや、すごいいい子なんだと思う。どうしたらいいかな。愛想笑いをする人の前では愛想笑いしちゃってもしょうがないけど、まあね、家族とかの前ではしなくていいんじゃないかな。確かに。全部にずっと愛想笑いしてると疲れちゃうけど、生きてるとね、愛想笑いの時には必要な時もあるから、急にやめるのは難しいよね。なんか愛想笑いだとまだ普通にニコニコしてるぐらいでいいんじゃないの。そうね。それかもう割り切って愛想笑いをしまくって、もう筋トレ、固定させるか。筋トレ。なんだろうね、慣れてきたらいいんじゃない、周りの環境に。そうだね。もうちょっとこう中学生になってってことはなったばっかりだから。そうだよね。お互いのこと知れるようになったら楽になるかも。あとその愛想笑いと笑いと同時に自分のことをもうちょっと話してみたらいいかもしれない。そうだね。人の話聞いてるとね、そうそう、だけだとね、愛想笑いをいっぱいしないといけなくなっちゃうもんね。そうだね。私はこう思うんだよって伝えてみたら確かに楽になるのかなと柳梨沙は思いました。柳先生からの回答はすごい花丸なんじゃないでしょうか。大丈夫でしょうか。あんま考えすぎないでね。はい、前田先生もいいアドバイスをされて、どうだろう、よしこちゃん、楽しんでくださいね。中学生のね、思い出は一生だと思うから。そうね、部活とかね。よしこちゃん頑張ってください。ってことで今日もじゃあ梨沙に最後に選曲を。はい、じゃあまたビスちゃんの曲で、もう私が聴くとすごい元気になる曲、ストゥーピック。結構な激しい曲なんだよね。大好きな曲です。じゃあ明日最終日。早い。もうちょっと喋ってみてね。なんか喋りたいことあったら喋ってね。もう喋ってるよ。結構熱こといる中で喋ってる方だよ。喋ってる方だと思う。確かに。じゃあ明日もお楽しみに。はい。